アイバー・ガーニーは、イギリスの作曲家、詩人。グロスターで、仕立て屋の息子として生まれたガーニーは、少年時代から、音楽の才能を見出され、10歳から、グロスター大聖堂の聖歌隊員を務める傍らで、オルガンの手ほどきを受けた。14歳頃から作曲に手を染めるようになった、ガーニーは16歳で、聖歌隊を退いたものの、大聖堂のオルガニスト、ハーバート・ブルワーに指示。 作曲やオルガンを学んだ。また、この頃知り合った作曲家、ハーバート・ハウエルズとは終生にわたる友情を育むことになる。1911年、ガーニーは王立音楽大学に入学、スタンフォードに指示した。スタンフォードは、ボーン・ウィリアムズやジョン・アイアランド、アーサー・ブリスら多くのイギリス人作曲家を指導したことで知られているが、スタンフォードはガーニーを 自分の生徒の中で潜在的に最も傑出しているが最も教えにくい生徒と評していたという。しかし、ガーニーは第一次世界大戦勃発の翌年に第五グロスターズ第二連隊に入隊、勉学は中断されることになる。ガーニーは RCM 在籍中に試作にも乗り出し、第一次世界大戦の従軍体系をもとに書かれたセバーンとソンムや 大戦の余人の2冊の詩集が特に知られている。ガーニーは従軍中の1917年9月、フランスの戦場で毒ガスを吸い込み帰国、療養の日々を過ごすようになる。療養中に全室の詩集、チバーンとソンムが刊行され、詩人としての評価が確立したものの、ガーニーの病状は一進一退を繰り返し、 1918年6月には大戦前に患ったことのある双極性障害まで再発。当初医者はガーニーを双極性障害ではなくシェルショックが原因の統合失調症と診断していたが、この再発は以前患った時より重症で自殺願望を口にするようになってしまう。それでもガーニーは大戦終結後、ボーン・ウィリアムズの下で勉学を再開するために、 RCM に復学した。この頃こそ、ガーニーの作曲、試作活動が最も充実した時期とされているが、ガーニーの病は悪化を続け、1922年に故郷の精神病院への入院を余儀なくされる。ガーニーはその後半生を精神病院で過ごし、1937年に結核により死去した。ガーニーは精神病院でも作曲。 試作活動を続けていたが、以降は、友人のマリオン・スコットによって保存され、作曲家のジェラルド・フィンジーや、詩人のエドマンド・ブランデンによって目録化された。ガーニーは数百に上る楽曲を生み出したが、その中で最も知られているのは、5つのエリザベス調歌曲などの歌曲である。これらの作品は、ガーニーの破壊史に刻まれているように彼が美の愛好家であり、創造者であり、 ガーニーが愛したシューベルトやシューマンの影響は認められるにせよ、ガーニー独自の個性は明瞭であることを示している。ガーニーは、歌曲の他に、ピアノのための器楽曲も残している。ガーニーは、死後しばらくの間、詩人として、より作曲家としての認知度が高い時代が続いたが、エドマンド・ブランデンらの尽力により、今日では詩人としての評価も同等となるに至っている。 ガーニーは第一次世界大戦の従軍体験をテーマとした最も偉大な詩人の一人として評価されている。ガーニーの戦争詩の作風は戦場描写とイングランドの景色を対比させることが多いのが特徴で、この点ではガーニーが賞賛していた戦争詩人エドワード・トーマスの作風との共通点を示している。ありがとうございます。